西口南口三國屋駅は静岡県岩田市蒲田にある東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は CA30。住民の働きかけで新設が決まった西岸駅で駅名は旧三國屋村に由来する。東海道本線の静岡県内区間での駅新設は愛の駅以来19年ぶりである。 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ヤマハスタジアムで開催されるジュビロ岩田。主催試合での混雑を想定して、ホーム幅は5メートルと広めに作られている。ホーム下を暗渠化した蔵西川が横断している。業務委託駅であり、岩田駅が当駅を管理している。駅舎はホームの上空に設けられた橋上駅舎。東海道本線とこの付近では並走する。 東海道新幹線をまたぐ自由通路を経て、北口と南口、西口が設けられている。西口は将来的にパークライドの利用も想定している。また、北口広場は、ヤマハ発動機が施設命名権を取得し、ヤマハ発動機レブスサークルと名付けられ、愛称名番モニュメントが設置された。開業前の需要は、乗降客数1日2000から3000人と、 予測している。ヤマハ関連の施設や古墳が点在している。ホームライナー静岡、ホームライナー浜松の隣の停車駅は、東海道線を参照のこと。報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。